半井家はかつて皇室関係の医療組織の長として仕えた歴史を持ち、和家の清麿の末裔にあたります。日本に現存する最古の医学書医心法には、半井家に伝わる資料が使用されています。半井デスク株式会社は、医薬に関わる長い歴史背景を持つ中で、1846年和漢薬の販売で創業。1908年ドイツから試薬の直輸入を開始。1958年試薬を中心とした事業展開で成長。1988年現在の社名に変更。2005年アメリカ法人を設立し、自社ブランドを世界に発信。また研究支援のためのオンラインカタログをスタート。2016年事業拡大に伴う新たな物流拠点、伏見桂川事業所を開設。2017年関東の重要中心拠点として東京営業所を移転。2018年iPS 細胞の研究グループを設置しました。現在では京都を拠点に、東北、関東、近畿、九州などの主要都市に営業所を置き、多くの販売取扱店網を構築しています。